皆さんこんにちは。岐阜県のご当地アイドルルート25っぱのみかんです。みかんの本当の姿とはメンバーに聞いちゃいましたということで、今までタルトとなっちゃんについて2人に聞いてきたんですけど、今日はさくとちゃんにいろいろお話を聞きたいと思います。どうぞ。こんにちは。はい、じゃあ自己紹介をどうぞ。はい、ルート25っぱの佐伯さくとです。よろしくお願いします。さくとちゃんです。はい、じゃあね、早速いろいろ質問していこうと思います。はい、まずじゃん、みかんに初めて会った時に思ったことは何？思ったことは、いつ会った？いつだっけ？初めて、普通に活動より前に会ったのね。そう、会ってました。だよね。いつ、なんか初市みたいな時にあったのかな。え、あれじゃないの、握手会の時じゃないの？あ、握手会か。そう、そうだ、握手会だ。あの SKE の時、そう、握手会です。名古屋ドームだよね。名古屋ドームです。だよね、そう。そう、その時にね、家族で、はい、そうなんですよ。で、なんかお父さんがそのみかんさんのこと知ってたので、あれ、なんかみかんさんじゃないみたいな言ってたから、私たちが話しかけに行って、それは覚えてない、ちょっと覚えてない。確か話しかけに行ったんですよ。びっくりしたそうなんですよ。あ、すごい、あ、これがみかんさんなんだって思いました。あった時は。そうなんだ、はい、なるほどね。はい、じゃあ次。はい、みかんの好きなところは、好きなところは、ダンスです。ダンス、なんかダンスすごいキレキレ、キレキレなダンスがかっこいい。さくとちゃんもさ、なんか結構かっこいい系のダンス好きだよね。はい、まだ披露してないけどさ、ルート25っぱでブレイクダウンめっちゃ好きって言ってるじゃん。ね、いつかやりたいよね。やりたいです ね。かっこいいさくとちゃんね、あんまり見たことないからね、見てみたい。はい、じゃあ次。はい、直してほしいところ。直してほしいところ、いいよ、なんかここ、直してほしいとかって難しくないですか？なんでもいいよ、全然。なんだろう、すぐ帰っちゃうとこかな。すぐ、そう、いつ帰る？そんなすぐ帰る？こういう時。なんか、みかんさんだけすぐ帰っちゃうとか。ああ、まあいろいろやることあるからね、とか言って。そうなんだ。なんかすぐ帰っちゃうから、一緒にご飯でも食べたいなとか。なるほど。できる限りいるようにします。はい、用事があるときはちょっと帰るかもしれないけど、パパパってね、なんかね、そう、なんかいろいろね、すぐね、なんかやることをやったらもうパパって済ましちゃうことが多いから。そうそうそう、なんかすぐ帰っちゃうから、あ、もう帰るんだ。そうなんだ、そう思ってたんだ。めっちゃ早いなと思ってます。オッケー、直しますね。頑張って直します。はい、次。はい、みかんとお出かけするならどこに行きたい？ユニバに行きたいね。ユニバ行きたい、なんかコスプレっていうか、なんかなんだろう、なんかメイドさんの服着てたじゃないですか。あ、ハロウィンの時ね。ああいう服着て。ああ、全然何、ハロウィンじゃなく、ハロウィンじゃない時でも、マジか。なんかやってみたいなって思います。でもさくとちゃんはさ、なんかみかんのイメージディズニーの方がさ、ディズニー、ディズニーって発音のお菓子が出てディズニーランドの方がさ好きってイメージだったけどさ、でもなんかユニバめっちゃ行くようになって、そう、なんか今どっちが、でもディズニーの方が好きだけど、ユニバの方が歩きやすいっちゃ歩きやすい。歩きやすい。そうですね。あんまり広くない。範囲的に。ああ。私すぐ疲れちゃうから、ディズニーだとちょっと遠い、広いから。そうだね。ここ行きたいって言ったらめっちゃ遠い。めっちゃ遠いから。ああ、そっか。ユニバは。なるほどね。だってさ、みかんびっくりしたのが、一人ユニバしたっていうのは、マジかと思って、いや、びっくりしたよ、本当に。いや、みかんも結構一人コード多いけど、いや、すごいなと思って、いや、さくとちゃん、すごいと思って、みかんにはできんだ、一人ユニバ。一人ユニバします。どう？楽しかった。本当？本当に、なんか共有する人いないじゃん。なんか乗ってさ、はい、なんかアトラクション乗って終わった後にさ、あ、なんか楽しかったねって。いや、私も、一人で満足してる。そうなんだ。なんかいつかやってみたいなと思うけど、ちょっとね、まだ勇気がない。勇気がない。すごいと思う。めっちゃ。楽しいですよね。本当？はい。
いつかやってみてください。誰か一人の人と友達なのかそれ。なんか一人シングルライダーじゃん、うん、並ぶの。あれシングルライダー？でもシングル並ぶときって普通に一緒に、あれ列あるよね。列あります、ね。違う列それぞれ。えあるけど一緒のとこ。普通に一緒のとこに並びます、ね。そうなんだ。じゃあなんか寂しくない、なんかみんなワイワイしとる中でさ。全然なってましたけど、なってましたけど、全然なれます。なんか強くなれそうだね。強くなります。じゃあ今度ね、行きたいね、ゆりもね、はい。行きたいです。はい、じゃあ次。はい、みかんを漢字一文字で表すと。なんだろう。何？漢字一文字。活発の活。ああ、活。あ、三髄のね。三髄の活かな。なんか活発ってイメージがあって、うん、よくどっかに出かけてるイメージ。そうだね、なんかあんまり家でね、なんかあんまりずっとよく踊ってるから。なるほど、活、おお、なるほど、いいね。はい、最後じゃない。はい、一緒に活動してきて変わったところ。はい、その初めて会ってからそのルートで活動してきて、あ、なんかイメージ、あ、違う。イメージ違う。そんな変わらん。そんなに変わんないんですよ。あ、ほんと？会った時も、会った時は、どんな感じだった？会った時は、うん、なんか、なんだろう。なんか、おとなしそうだった。そう。おとなしそうだった。変わってる、変わってる。変わってるかもしれない。そうなの？おとなしそうだったけど、今、すごい元気な人だなって。まずいつだろう。まずそうなんや。みたいです。元気。元気です。今も元気。今も元気。ありがとう。元気。ありがとう。はい。はい、最後。尊敬しているところ。うん、なんか振りとかすぐ覚えるじゃないですか。そんなことないよ。そんな。歌とか振りとかすぐ覚える。そうなんだ。それが尊敬してる。でもどうだろうな、そんなすぐ覚えれないみかんも。だって立ち位置とかさ、なんかよく先生とさ、初めてのダンスとかでさ、やったりするじゃん、ここねみたいな、誰誰ここね、次ここねとか言って。だけどうちいつも迷子になっとるから、なんかすぐは覚えれない。なんか家でいっぱい練習して、すごい、それがすごい。なんか家でいっぱい練習して一生懸命やってるっていうのが、だからかな、うん、まあ、この日までにみたいなやつやと、まあ、何回もやって覚えるみたいなかな。それがあと、なんか AME 代表って感じがするから、ね、AME 代表って感じがするから。怖い、怖い、怖くない。本当なんか AME をまとめてくれてるみたいな感じがします。ありがとう、頑張っていこうね、頑張っていきましょう、うん、はい、ということで今日はさくとちゃんについていろいろ聞いてきました。さくとちゃんについて、待ってごめん、みかが話さなきゃ、さくとちゃんのって言って間違えた、ごめん。はい、カットはできないんで、はい、ということで今日はさくとちゃんにみかんのことについてお話ししてもらいました。はい、ということで次回は誰のメンバーかな、お楽しみに。はい、みかんチャンネルのチャンネル登録、そしてグッドボタンよろしくお願いします。さくとちゃんのこともぜひよろしくお願いします。ルートにごっぱのみかんと、ルートにごっぱの佐伯さくとでした。バイバーイ。